オーメンズイレブンゲームチャンネル。はい、はい、どうも、今回はユッカソロで、はい、何タイプでしたっけこれは。あ、ディフェンスタイプかな。違う違う違う、スキルタイプですね。あ、スキルタイプ。スキルタイプのところだと、あのテトラとかね、よく使うと思うんですね、皆さん。テトラと、あとキャトラ使うと思うんですけど、はい、テトラはね、使わず。ユッカの性能ってね、あのね、うん、そう、はい、自分がね、最近ユッカにハマってるっていうのがまずあって、はい、まあね、人気が最近あるじゃないですか。はい、まあ、俺そういう、それもあってね、うん、私もついそれの波に乗ってしまってね、最近大好きですね。で、ね、この、やっぱりね、SP 回収が楽なんで。枯れてないですね、はい。これで、私のような、ね、ザリガニでプレイしてる人間でも、はい、ザリガニでこうやってタッチしてるんですよ、こうやって、ザリガニを。こうやって。なんで剣士の時にザリガニ使わないですか。そっか。剣剣用に。で、でも、これ雑にやってもね、クリアできてしまう、ソロでね。それだけユッカが強いっていう、もうちょっと評価が高くてもいい。まあ評価高いっちゃ高いけどね。うん、これ早い、もう4回だって。やっぱり SP 回収の方がすごいから、うん、使い切れてないもんね。 SP が全然枯れてない。そうだね。おー、俺死にそうじゃん、ほらザクザクぐちゃぐちゃじゃん、ほらぐちゃぐちゃぐちゃ。けどそれでも早い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 。回復をしないでもう次に行っちゃってる。早い早い。なんかどんな敵が、ね、ランダムで出てきても関係ないですよね。ぐちゃ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 、もうボンボコボンボコで。でスキルにも強いしね。敵を倒したら、そうそう、敵をね3体前に回復。あ、そっかそっか、そう、そういうことか。モチーフでね。あ、モチーフでか。武器武器、そうだからね、武器はなかなかいいんですよこれ。バフもかけられるし、で移動速度は上がるから。あ、しかも結構炎属性今強かったね、これ。え、それはユッカの普通のスキルだね。うん、うん、あ、壊せなかった、危ない。いない、ぐちゃ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 、ほんと。はい、お、来た、無理。いたい、危ない危ない危ない、避けろ避けろ、危ないぞ、危ないぞ。スキル1がダイソンっていうのもな。そうだね。あ、けどそっか、出しとかないといけないのか、ファンネルがなくなっちゃう。そうだね、ファンネルがね。ね、これファンネルはね、なくなったことで気づかないでスキル打ちまくって、あれ打てねえってなるときがあるから、はいはいはい。なんかファンネルさ、うん、なくなってたら急に自信なくさない？なくすなくす。あれこれ大丈夫か。やばい、ヒヤ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 してくる。慎重になっちゃう、ファンネルがなくなっただけで。おーおー、暴れる暴れる、危ない。いけいけいけ。あ、 SP が、あ、ポッキー耐えた。カリッツだね。おお。こういうシーン多いだろうね、ここはもう。あ、危ないっていう。打ち終わりと、この、はい。歩くの早いから。で、ピ、あ、ピヨシ。マリオでさ、敵が見えなくなって、うん、炎を食らうっていうね。コモドドラゴンに。ああ、コモドドラゴンにね。うん、あれじゃないの、あれじゃないの、ガラパゴスにいるやつ、それ。そう、そうですよね。へぇ、地上種最強爬虫類みたいな。あ、そうなんだ。地上、え、霊長類最強。あれ、ノゲイラじゃないのそれ。ノゲイラじゃない、ノゲイラじゃない、それ。え、霊長類最強ってノゲイラじゃないの。いや、違う、あー、マークケアだよそれ。マークケア、うん、あ、グローブの。でもマークパンサー。間違えた。マークケアですよ。マークケア、マークハントじゃなくて、ね、マークハントじゃないです。マークケアは初代の頃のプライドですね。えー、知らねえ。マーク、マークハントしか知らない。あの、ダパンプの剣でしょ。あれ、そうだよね。え、マークハントってダパンプの剣、うん、似てなかった。あー、似てますね、濃い感じの四角い顔。そうそうそう、うん、あ、似てる似てる。あ、来ましたね、走行してる次に。これね、お、強っ。いくついった？35,000。お、え、バフかかってんだこれ。あ、かかってっか。しかも 分散ダメージ。じゃあ、ね、分散じゃないな。じゃ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 が分散か。あ、危ね。これで、これで、だから来ないよ。あ、そうかもしれない。おぉ、これ危ねえ。危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。結局スキルレッパできちゃうのか、はい、言うから。そうだね。回収してるから。ほら、ぐじゅぐじゅでもね、簡単に、まあ簡単にというか、越せますね。ゆっか、これいいね。ぶっぱで。
ユッカ皆さん持ってない人ね、ほら欲しくなったでしょ。かなり欲しいわ。ユッカいいんだよこれね、可愛いしね、なんだろう、うん、感じがいいっすよ感じがいい、感じがいいっすよ。モチーフもまだ全然期間ありますもんね、3月の中旬ぐらいまで。そうだね、うん、モチーフもいいしね。あのね、あとモチーフはユッカモチーフはね、チャグマザックに持たせるとまた相性がいいっていう風に見ましたんで。ほうほうほう。それも、まあ、もしモチーフをユッカモチーフを持ってたらザックに持たせて遊んでみても面白いんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、ということでね、ユッカで適当に私が、ザリガニを使ってプレイしても越せたということで、はい、はい、そうですね、はい、無事にね。ということでまた明日、明日ですね、はい、何の動画が出るか皆さん楽しみに待っててくださいね。そうですね。それではさよなら、さよなら、さよならバイバーイ。さよなら、あんだけ言ったのに。